こんにちは。思考改革であなたの人生にミラクルを起こすカウンセラー片岡信枝です。今日はこちらの本をご紹介させていただきます。世界のニュースを日本人は何も知らないというタイトルの本です。書かれているのは谷本真由美さんという方なんですけれども、この方ね、他にも日本人は何も知らないというシリーズの本たくさん出されていますので、合わせて読みたい本だと思うんですが、今日はこちらのね、世界のニュースを日本人は何も知らないという本をご紹介したいと思います。とは言いましてもね、私自身あんまり世界情勢に興味がない方なんです。なんならもう地理もあんまりよく分かってなくて、どのあたりにどの国があるかっていうのとか、国旗とかも全然ピンとこないタイプなんですけれども、今ね、世界情勢の話って言いますと、日本に入ってくる情報っていうと、まあ、戦争の話、ロシアウクライナの戦争の話がよく入ってくるんですけれども、それを見ている中でもロシア側からの情報って全然入ってこないよねって、まあ規制があるんでしょうね、全然入ってこないなっていうのも感じていて、でもそれってすごく一方的な情報なんじゃないのかなということを日々疑問に思ってはいたんですね。だけどそういうことって実は世の中にもっとたくさんあるんじゃないかなって、偏った情報ばかりなのかもしれないなって思ってた時にこの本に出会ったので、世界のニュースどのぐらい知らないんだろうと思って読んでみました。びっくりするぐらい知らないですね。実はこの本で書かれている内容のことについて本当に私は知らなくて、あ、そうなんだっていうことがたくさん書かれていたんですね。この本の中では政治、常識、社会状況、最新情報、教養、国民性というふうに分けて書かれているんですね。で、その中でも日本人がおそらく知らないであろう現実っていうのをたくさん書いてくださっています。例えばその中でも、もともとが外国の企業さん、日本の中にも入ってきていて、結構日本ではチヤホヤされているような人気のある企業さんなんですけども、実はその企業さんが海外ではバッシングを受けていることがあるんだよということが書かれていたりとか、もうすでに国のイメージというものが全然変わっていて、例えばアフリカとか中東っていうのは私たちが知っている情報ではあまり発展していないかのような情報ばかりが目に入るんだけども、実はもう最先端の技術を持っていて素晴らしい国づくりが行われていることとか、例えばイギリスなんかでも、私が持っているイギリスのイメージっていうのはもう古き良き伝統のある国っていう感じで思ってるんだけど、実はもう今はそんなに古い文化はどんどん潰れていって、そこに他国の文化が入ってきていて、市場なんかを見ていても、昔からイギリスで取り扱っている食べ物とかよりも、諸外国のなんかエスニックな料理を出している屋台の方が多いとか、そういう状況が今起こっているなんてことは私自身全く知らなかったし、行ったこともないですし見たこともない、ただただ情報だけを得てそういう国なんだなと思い込んでいたっていう現実を突きつけられた感じでしたね。これは まさに日本人が未だにちょんまげで刀持ってると思われている、それを知った日本人はそんなはずないやんってバカにしたりして感じているようなことを、私たちは逆に外国に対して思ってるのかもしれないなということで、結構ショッキングでしたね。全然知らないこと多いんだなって思いました。とはいえ、この本でさえもこの作者の谷本真由美さんのフィルターを通して見ている世界ですから、それが全てではないといえばないかもしれないですし、世の中本当にいろんな世界観があるということを知らないっていうことは、実はものすごく偏っているんだなっていうことを感じました。これって世界を知る、世界情勢を知る、世界のニュースを知るということだけじゃなくて、日頃私たちが生きている小さな世界の中でもあり得ることなんですよね。私たちって自分の常識の中で生きていますから、それってすごく狭い世界観の中です。この狭い世界観の中で自分はこうしなきゃいけないとか、こうするのが当たり前だみたいに思って生きているんですけど、ここは選択肢が狭いので結構その中で苦しんだりするんですが、一旦この枠を取っ払って広い世界を見てみる、自分では考えられないような生き方とか、出会ったことないような人に出会ってみるっていうことをして、一
旦広げてからそこから自分に合うものを選んでくるということをするだけでも随分自分の世界の組み立て方って変わると思うんですよね。だから全てのことを知っていなきゃいけないわけじゃないと思うんです。知らなくていいことももちろんあると思うし、知ったがために辛くなることもあるかもしれません。だけどその枠を小さく持った中で苦しんでるぐらいだったら一旦広げていろんな経験をしていろんな世界を覗いた上で自分はどこに属するのが気持ちがいいかなっていう選び方をするという方法があると思うんですよね。これって世界のニュースを知るっていうことと通じるところがあるかなと思ったので、まあ、世界のニュースもちろん私知らないし、もっといろいろ知るべきことがあるかな、知った方がいいかなとも思いましたけれども、日頃の小さな自分の生き方の中でもこういう広い世界を知る目線を広げるということに心がけていきたいなと思いました。ぜひね、皆さんも世界のことをあまり知らないなとか、どんなことがあるのかなって興味を持たれたら読んでみてください。結構意外な今現在というものを知れて興味深くなってもらえたらいいなと思います。はい、ということで今日の話はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは誰もが自分を大切に人生を楽しむヒントをシェアしています。お気に召しましたらチャンネル登録高評価ボタンの方お願いします。またコメント欄にご意見ご感想ご質問などいただけますと励みになります。どうぞよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。さよなら。